中国共産党打倒のために集まったことは誠に歴史的意義があります。本日の日の丸を掲げたデモは、その目的は中国共産党の打倒であります。では中国共産党とは何か。ナチスとコミンテルンと主戦度と、あそこに書いてある嘘つきの複合体であります。これを突破することによって、アジアの諸民族とシナ人自身の幸せをこの日本から確保することができるわけです。刺激をすれば、真実を知らしめれば、彼らは崩壊するわけですから。ゴキブリを捕まえて殺したことはありますか、皆さん。ゴキブリはお医者の前に出せば死ぬんです。中国共産党を打倒するのは真実を知らせること。しかるべきですよ、皆さん。ビデオを公開しない菅内閣は、中国の言論統制を我が日本に及ぼしておる。許しなさい。ただ言い出ておるわけであります。先ほど友達閣下も言われたように、戦国サンパーというあの人は戦国サンパーよく出してくれたと思うわけであります。それから皆さん、台湾のこともあります。台湾、日本共に手を携えていかねばならない時も、生涯中国共産党を双子の兄弟、中国国民党も打倒しなければなりません。どうか本日は日の丸を掲げて、これからデモ行進いたしましょう。私は自主憲法制定を掲げた日本の未来にとって貴重な政党である、立ち上がれ日本でございますから、立ち上がって歩くのが大好きでございます。